インサイドの次はミドル、ミドルキックですね。ボールは体の正面に置いて踏み込んで入るんじゃなくて、必ず右斜め、右足で蹴るんだったら右斜めに前にボールを置いて、横から入って右斜め、右足で蹴るんだったら右斜めに前にボールを置いて、横から入ってボールと軸足の距離を少し上げる。近すぎるとまっすぐ入っちゃうから難しいから、距離を上げて横から入る。斜めに置いて横から入ってボールと軸足の距離を少し上げる。近すぎるとまっすぐ入っちゃうから難しいから、距離を上げて横から入る。斜めに置いて横から入ってボールを斜めにリリースしたら、でボールは少しアウト回転にかかるようなイメージ、ボールの中心からアウト回転かかるようなイメージでキックをする。おお、まナイスボール。でパスは相手の腰より高くいかないように下でコントロールしてキックすること。はい、これ力で蹴るんじゃなくて、しっかりボールの中心を足の芯で軸で捉えるっていうところが大事で、強く蹴ればいいパスがいくってわけじゃない。しっかりボールの中心を、力が弱くても綺麗なボールはいくから、しっかりフォームとボールをしっかり捉える。うまい、うまい。つま先の角度がすごい大事。つま先を上に向けながらインステップで今のようなキックはできないから、つま先をしっかり下に向けること。下に向けて、思いっきり下に向けてボールを捉える。これがつま先が上を向いた状態では蹴れないから、しっかりつま先の足首の角度を下に向ける、思いっきり下に向けて畳んでアウトで、上向いちゃいますからね。3、4年生とかあまりアウトサイド意識するとアウトサイドキックみたいな、こういう風になっちゃうから、あくまでもアウトサイドでのキックではなく、インステップのつま先を下に向けてボールを体の斜めに置いて、ボールを体の斜めに置いて、斜めに置いて、つま先を下に向けて。